保ってる人間が俺の前に2人もいるぜ。イエーイ。あ、動いてないぜ。イエーイ。ガソリンだけ。動けよ。俺のこと目つぶっただけですし。動けよ。瞑想してただけ。動けよお前ら。働け稼い。本当。俺もあんなの使いたい。音で言うと。働けこの。なんか殴ってんだけど、殴ってんだけど殺したよ。なんかどっかのなんかブラック企業みたいになってる。殺されたわ、殴り殺されたわ。よし、帰りますか、一回。そうっすよ、有限時刻。あ、ちょっと待ってください、まだこっちから全部見れてないんで。動いてる、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 動いてる。この野郎出るわ。あの人怖。マジ、シャレたんだよ、あいつ。なさそうですね、こっちも。うん、帰りますか。そっか。あれ、ダグさんは？俺、雪山に旅立ってる。おぉ、チャレンジャーですね。ちょっと待って、豚さんが。な？なんかあれ。上なんか言った？あ、言ってましたね。ノイズが。あ？あ？Can you speak easy English? するよ、まあ、かっこいいっすけどね。え、殺してほしいって口癖がなるほどの人は話を聞いていない傾向はある。ジャパニーズ、ジャパニーズ。俺のことジャパニーズ、I don't speak Chinese。 浜川さん、帰るよ。はい、むしむし。てか、マジ。あれ、どっち行きました？あ、マスク、マスク、マスク。え、マスク、マスク。あ、了解、見えました。なんて言ったら、ここなんだよね。え、でも、ブルブルって。あと、ノイズがひどい。うん。Your voice is noisy って言っとけやな。お前の声は雑音だって。そう、でも俺、Your voice is noisy って言ったよと、言ったと思うんだけどな。いや、ノイジー、ノイジー。ノイジー、まあノイジーとも言っちゃったけどね。あの、そのまま流れで言っちゃった。あ、やっべえと思ったもん。ノイジーちゃんと言い直したから。だって何もないんだもん、道なんだもん、普通の。人いるってよ。汗チェックやってるってよ。マジで？うん。15で。行ってこうかな。I wanna try! っつって、I wanna play! っつって。行ってこよう。I wanna pizza guy! どうしたっけな、寝た方がいいんちゃう？なんか言った？なんか辛辣な言葉。え、今すごいすごい心温かかったでしょ、今。いや、ごめん、なんて言ったのか聞こえなかったからもう一回聞きたいな。あ、だいぶっす、だいぶっすよ。聞きたいなぁ。弾が、なんて言うの？二度も三度も言うもんじゃないっすよ、こういうのは。いや、聞きたいんだけど。117本か。言うものじゃありません、そんなお母さん、そんな子に育てた覚えないですよ。前に育てられた覚えもねえよって言っとくべきか、そこは。もっと違う返ししないと、ちょっとタコに。きっとあれちょうだい。石。あ、石ですね。あ、ここ、じゃあ、ついでに置いて。いくら払う？え、お金取んないよ、これで全部ですね。はい。はい、どきます。皮と糸使って服作っていいですか？どうぞ。ありがとうございます。資源はみんなのものだから、いちいち聞かなくても大丈夫ですよ。いや、こう在庫的に大丈夫かなぁと、皮の方じゃなくて糸が。糸を今使わないでしょ？使わないのかな？糸使わないでしょ、今、多分。でな、上半身裸で行くとやっぱり寒い。お、入ってんじゃん、ここ誰入れてくれたの？多分ダグさん。いいね。何の話か分かりませんけど。先輩とチャソと俺はサボってたでしょ？で、天神さんは多分入らないし。いや、結構動いてたかんね。甘か、ぜーね。なんであのそんな優しく噛みつかなきゃいけないの、いちいち。いや、秋風さんでいいですわ。
なぜか、なかなか風流だね。ちげえよ、いい加減名前覚えてくれよ。もう、アキちゃんでいいんじゃないですか。県民に謝る。じゃあ、あたたかさん。いいよ、俺の名前はもう。ちょっと、いや、この流れ、しとかないとなって。どうできるんだ、これ。わかんねえな。人がいる。何これ。Take us time! あ、でもそうしたら ここがダメなのか。もう無理やり感満載だな。あの金を。なんで和田アキ子なんだよ。鳴らすのはあなた。ここちょっと開いちゃったな。出れるし、やべ。なんかあの知らない人とお礼してた知らない人と挨拶してたわ。どうしようあれ。ドラさん出す？じゃあここ埋めたいんだよ。ああ、これは撤去したくない感じですか、このカードの部分。いや別に。あと撤去してから全部石の壁にここポンポンってしたらできない。いやもう無理。そうか、これをちょっとこっちに出せばいいのか。出せるかな。出せなさそうだけどな。やばい、殺人現場に来てしまった。え、あどうした、ダメージ食らってない。うわぁ、なんか一緒。そうか。あ、わかったわかった。こうすりゃいいんだ。じゃあこの辺、なんか持ち物がいっぱい落ちてる。誰か死んだのかな。完璧な殺人現場なんだけど、大丈夫かなこれ。近くに人いないか確認しといた方がいいんじゃない。いるいる、めっちゃいるめっちゃいる、めっちゃ斧持ってこっち来てんだけど。逃げれ逃げれ。Hello! What's up? What's going on? What's going on? No! What the hell? What's I doing? Do you want to kill you?Kill me? You want to kill me? Can I do it? can you do it? Hey, come on! Yeah! Come on! やべやべ、銃取り出して、銃取り出して、銃取り出して、やべやべ。煽るからだよ。どこにいるの？これでいいんじゃね？わからない、アスレチックの方向かった。やべやべ。こっちから見た感じは、防げたっぽさそうですけどね、外から見た感じ。うん、ここじゃこれいらなかったな。まだ撃たれてる。なんとか諦めたみたい。なんかいっぱいいて人が。ああ。で2人で、なんか2人じゃねえわ、その2勢力っていうの、2勢力でゴニョゴニョしてるみたいなんですけど、ここに入ってたから。もう気がねえよ、ガチか。で初めはやっぱり木の消費早いですね。はい。あと砂嵐止むまで。また新たなつまんないギャグ思いついた。いいわ。刺身さん？うん？僕のこと好きですか？嫌い。あ、ダメか。じゃあね、うん、じゃあ後でレインボーシックスしてくれますか？しない。誰か、じゃあ、諦めないわ、ほんと諦めない。家帰ったらオーロンくれますか？くれる。あ、くれますか？あげる。やべえ、優しい、優しい。それもうあれだしや、あれだしさ、もうなんか、いろいろなんかダメ。いろいろダメ、それ。何その、いろいろダメって何ですか？もう優しみとかだって言ってるし、もう誰かが。ああ、言ってたの。言ってたよ。うっとうしいやつがよ。優しみとか言って。ほら、よくね。俺は先輩、うっとうしいやつになってますよ。先輩、俺も一発で、アパイセンさんのことだなって、口調で分かった。先輩、いいんすか？こんなんで。優しみが優しくないシミになっちゃいます。ただのシミですよ、ただのシミ。刺身。ただのシミ。サワー入れてくるから。シミ。
じゃあシミさ、シミにはなりたくない。シミさ、シミさ、あ、シミさにか、シミさ、なんだろうね、シミさ、あ、シミ、S S と M とミ、M 二回出てきたね。すごいな。はい。だってササは S でしょ、シは S でしょ、うん、M は M でしょ、うん、M は M だわ。うん。M は M だね。うん。で？どういうこと？で？で何すか？何が？なんで SS と M で？SSM？ そういうこと。あれか。うわ。頭が S、胸も S、ケツだけ M みたいな。フリーサイズか。持ってきちゃったから。ああ、分かった分かった。フリーサイズ。フリーサイズか。すごいな。刺身からそこまで持ってけるのか。ってことは、日本人どんどん。リズナだと I でしょ、Z でしょ、N でしょ。ってことは、頭が I サイズ、胸が Z、Z カップ。やば。で、ケツがない、ないの N か。あ、そういうことか。なしの N。じゃあ、そばだとどうなの？待って、Z とか誰なの？ C と S と B？ 全く関係ないよ。S、あれだな、頭が C ランク、胸も、S だからちっちゃい。で、ケツが S ランクじゃないんだ。S ランクとかじゃないんだ。S ランクって言って、最強だよ。いや、S ランクじゃないから、それは S サイズだから。胸 S サイズ。すごい。スモール。都合がいいな。スモールの S。で、ケツだけバカでかいっていう。いや、まあ、最後のボーンは出てるから。頑張れ、あともうちょっとで終われたから、終われるからもうちょっとで。頑張って集まって、集めて、きっと一緒は。これでいくとダグさんもいけんじゃね？頭がダイナマイト。ダイナマイト？胸が、ある、胸があるの A。で、ケツがギガント。ギガント。やばくね。上からボンボンボンで。ギガント。ボンボンボーンですね。言うと。いや、ギガント。やばいわ。アキくんはどうなんだこれ。アキくんは A と M と K と Z どういうこと？アキくん。誰？アマさんでいいや、アマさん。アマさん、AMA だね。アマちゃん、AMA、AMA は、どっかの飛行機会社だわ。これは全日空。それ ANA じゃないか。全日空。アナ。ああ、アナ。アナと雪の情報。なんかすごい事故りそう、その航空会社。そういうこと言っちゃダメ。まあ、多分あれ、安定してるんだぞ、あの会社。だってアナと雪の女王だぜ。なんか空で凍っちゃいそうじゃん。おだるだ、あのキャンプファイヤー。はい、見に行きたいな。でも物欲センサーってあるじゃないですか。うん、まあ今のだったら石が欲しいっつったら木が出てくる感じ。うん、逆返せばさ、彼氏欲しいって言えば彼女できんじゃね。いや、そういうね、そういうつまんねえこと考えてもね、来ないんですよ。そう、そこは深層心理があって本当に欲しいものは出ないんだよね。そう、だからもしかしたらそんなことを考えた暁にマジで彼氏ができるかもしれない。いや、よだれ出ちゃった今。マジで本気で彼氏が欲しかったらワンチャンあるかもしれない。お、うん、ただ欲をかいて、あー彼氏欲しいな、チラチラとかってやってたらガチで彼氏ができるかもしれない。ってことはさ、それ逆返せばさ、あー彼女欲しいなチラチラって言ったら彼女できんじゃね。彼氏ができるんだよ。あー、そうなんすよ。そういうもんなんすよ。ダメじゃん、大抵悪い方に転がるから。そう、物欲センサーってものはね、もうダメなんですよ。いや、あとどんぐらいいります？相当。え、そんなかってもあんま足りない。相当入ったんだけど。お、すごい良くなってる。なんかめちゃラグってないよ、なんで。そう、バグってんだよね。ここ閉じたいんだよ。ここ閉じれば上はもうこれでいいかなっていう気がするんだよね。まあ、これ多分入れないだろうし、ここきっと。塞ぐのは余裕できてからでも全然大丈夫そうですもんね。テンテレテンテレテンテレテン。まあ、取ったとこで中の鉱石パクられるだけでこれ取れないから、ドリルは。ああ、あ、そうなんですか。うん、ハンマーない。だって、あれないと、剣ないと。
ああ、そうです。ど根性オウロン。すごいね。岩から生えてくる。イワロンでいいじゃん。イワロンってブランド名で売ろうよ。誰に？僕に。やっぱあれだな、石炭減ってくるな。やっぱ俺の話聞いてくれないんだ。あ、返し方に困るんだよね。でもこれ返せるんだったらものすごいね。あのね、ほらあれよ、なんだっけ、いや何でもないわ。出てこなかった。お前何もやってねえくせに肉食ってんじゃねえぞ。あ、今から働くことしたから食ったんですよ。前今から、今からこそっと隠れて肉食ってやった今。そしてあの言い訳がすっげえ二特性。今からやろうとしたの、今から、明日から頑張るから肉食べるみたいな。俺も腹減ってんのにはこんだけ働いて、もっと働いて。肉ぐらい取ってこい。もう仕方ないな、そんなに言うなら肉取るよ。はい、肉取ってきた。どっから？いやもうずっとあの腐った肉だから、もうあれ、いやいや冷凍ステーキか入ってた。入ったら見てたから俺。いや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 、そんなことは 100% そんなことは 100% で。いやそれで本当にちゃんとしたやつ持ってきたらどうするんですか。俺ほら 100% なのにほら言えない、ほらほら、俺しっかりしたもの持ってきたらどうするんですか。ねえ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 、いやいや当たり前だからね。ほらどうするの、どうするの、ほら食えよ、ほらほら、あおるな。こっち行こう。俺だって家の中にいないぜ。そもそも働いてるんですか。働いてるわ、ボケ。俺も働いたの終わったよ。もうなんか息を吐くように暴言が飛んでる。あの今から言う言葉全部にボケつけてもらってもいいですか、最後に。いいよ、ボケ。じゃあもう返せないって思ったね。へへ、ボケボケって。へへ、ボケボケのボケって言わないと。おらー言えてない。うらー、え、ボケって言ったじゃん。へ、ボケボケって。あー、なるほどね。ボケが来た後にもボケつけなきゃいけないって言われてないもん。最後にボケつけないでしょ。全てにボケつけないと。え、だからボケついてたじゃん、だから。最後ボケついてた。小学生。だってボケの後にボケってつけないといけないっていうのはさ、聞いてないもん。かなり低レベル帯になってますよ。ボケがついてりゃいいっていう話だったから。アホくさ。俺話がついたからボケってつけないと、やっぱり。あ、刺身さん、今どこにいます？一応、ちょっと取れた分だけでも私に。あ、僕の前にいますよ、刺身さん。ハンマー持ってる？あ、持ってないんですよ。持ってないんで。あ、じゃあ入れといて、それ。あ、下でいいですか？うん、了解です。その足でまた取りに行ってこようかね。あれかな、俺眠たいのかな、何なんだろう。話してる内容がすっごい低レベル。元からじゃない、今気づいたの。もっと高レベルの話しましょうか。例えば発電所の未来。うん、やっぱ宇宙科学の方じゃないかな。宇宙科学の方。最近の証券取引所の動き。あ、宇宙科学で思い出したけど、はやぶさ2号どうなったんだろうね。宇宙科学？知らん。はやぶさ、はやぶさ。政治的なもん知らん。政治じゃないでしょう。オウロンがさ、金玉に見えて仕方ないんだけど。宇宙的なもんなの。もうダメだこいつ。二つ植えたらさ、金玉なんだね。それさ、前も言ってたよ。うん、で、そこにあの、カタンオイルを立てたらとかっていう話は確かにしてたね。あ、やっぱカットしてたんだから静かにして。今から初めてなの。今が初めて。だこっちゃねえよ。あ、天野さん、今言ってダメ、静かにしてって言われたから喋っちゃダメ。ああ、そうそうそう。ムシムシ。いや、ちょっと待って、無視してたら言ってない。無視してたら言ってない。なんか死んでたのよ、処理。ごめんなさい。まだ休憩してよ。また休憩だ、働けよお前。働けボケ。頑張ったよ、僕だってね。人並みに頑張ってるんだよ。自己評価。ね。そんなんでね、世間が認めてくれると思ってんの。本当に。ダメだよ、俺みたいな働け。持ってきたこの人。え？いや、プレイヤーボート立つが目の前であの、エアーレしてたら、この人も持ってきた。エアーレ。Thank you。ちょっと待って、さっき肉食ったばっかなの。あ、じゃあ俺も殺してくんね。
なんなんだこの人たち。なんか動きづらくなっちゃってさ。いけたぜベイビー、やったぜベイビー。ベイビー、みんな家が完成しましたよ。ああ、第一段階だですね。はい、いや長く険しい道のりだった。非常に皆さん頑張りました。でも、ニサシミさんが多分疲労困憊や。いやでも資材集めるのが一番辛いからね。そうっすね、やっぱり。あたり建築とか逆に俺は一番したくない作業ではありますね、センスがないんで。おお、あ、お、オーロン畑エリアの兼ねてなんですね。そう、ドリルと。後、あのドリルが圧迫してきたらまた拡張しなきゃいけなくなるんですかね。いや、十分じゃない、こんだけの広さあったら。非常に素晴らしいね。うん、これ今のところ全部できるからね。おお、たくましいな、オーロン。土工中だからみんな。もう十分じゃね。栄養なんてこれっぽっちのあれしね。どっから実ならすほどの養分吸い取ってんだろう。多分ね、この多分根っこがめっちゃ伸びてるんすよ。そう、岩貫いてんだろうね。タンポポかよ。あとこのここだな、ここを屋上にしてって感じかな。とりあえずは。海が広がりいく。海になるの早くなった。気のせいかな。これでもあれか、トラスで拡張していけばいいのか、どんどん。ああ、横に広げていくって感じですか。そう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 。トラスつなげていけば無限にいけますね。うん、うん、建築範囲確保して、じゃあアーチの方まで伸ばしてってから、うん、あの防壁作りますか。しゃあできたぜ。熱海の銃だな。銃を持った後は人殺しの旅に出るだけだ。こっちのワールドでは車作りたいですね。作りたいね。殺す。明らかな殺意を持った発言が。誰だこいつ。あれ。なんだてめえは。やっちゃった。お、結構持ってる。結構持ってる、いろいろ。後ろから、後ろ。誰。後ろから今ドスって。ああ。パイセンじゃない。パイセンだね。あ、パイセンでしょ。あ、パイセンさん。あ、こいつめっちゃ持ってたわ。やりますね。何持ってたんですか。木とか、アース磁石とか、鉄とか。うん。いやーゲスゲスで。俺たちのために集めてくれてたんで。持ってきてくれたのかな。援助金、自分の命ごと。やっぱね、あれ、人んちの拠点の近く来ちゃダメ。それはダメ。あれ俺の槍どこ行った。ほんであれあれ槍、あー貫通してどっか飛んでったんですかね。ちょっと見てきますね。ましてや無言で来ちゃダメだよ。せめて声かけなきゃ。